ロールスロイスといえば子供の頃遊んだトミカのファントム6のイメージ。自分のじゃなくて弟のだったけど、茶色のボディを勝手にマーカーで艶消し黒に塗りつぶした。約40年経った今でも実家にある。そんな思い出のファントムを 3D プリンターで作ってみた。ミニカーサイズの64分の1でブレンダーで 3D モデルを作って、3D プリンターでプリントしてみた。プリントしてみてびっくり、スケールを間違えたのかと思って確認したけど間違ってない。すごい大きい。トミカはスケールが車種ごとにバラバラで、どの車種も同じようなサイズになるように調整してあったので大きさはわからなかった。だけど、64分の1のファントムは同じスケールで並べてみると巨大だ。それもそのはず、車高はミニバン並みの 170cm、全長は 7m、全幅も 2m ある。ちょっとしたミニバス並み。うちの駐車スペースに入れようとすれば公道に大きくはみ出してしまう。そんなファントムにエアロパーツをつけて、車高を下げて、扁平率の高い太いタイヤをつけてネギャキャンにしてみた。息によればファントム6はほとんどが公用車だったらしいので、そんな改造する人はいなかったはず。